girl, take a look at her, she belongs to me. Yes, that's my girl, hands off, don't touch.皆さんこんにちは、北海道ラジオの時間がやってまいりました。 3G の悟空です。はい、ジャイアント君かっこデカ村でございます。アシスタントのルンルンです。はい、ということでね、今回第31回の北海道ラジオでございますが、はい、今回はですね、まあ、前回モナッコのね、モナコよかったね、あのカーブのとこかっこよかった、あれはよかった、で、もう連続で、そう、連続、嬉しいな、あ、で、モナコということで、今日はモナカ前でですね、ちょっと、待って、モナコ、どうぞ、ほら、あ、やっぱりこれ、こんなことになってるね、モナコじゃない、モナカ前ということで、もう大げさに反応しないことでした。はいはい、モナコ、モナカ前ね、モナコだからモナカ前でね、ということで、今回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします。気になるイベントのコーナー、気になるのー、はい、ということでね、はい、ゴールデンウィークも真っ只中ではございますが、うん、盛り上がりだよ世の中は、ね、まあ、このねゴールデンウィークが終わってからもね、まあ、たくさんイベントありますんで ね、 そ う、 ですね、まあ、そういったところの、ご紹介を今日していきたいなと思うんですが、はいはい、今日はですね、告知に来ていただいた方がおります。以前ですね、うん、はいはい、アートモノコーナーで登場していただきました、うん、リナさん、はい、来ていただいてますので、はい、綺麗な演奏してくれたね、はい、生でここでね、うん、早速ご紹介したいと思います、はいはい、リナさんです、どうぞ、はい、皆さんこんにちは、お久しぶりでございます、お久しぶりでございます。3回ぐらい前のねアートのコーナーに、で、ね、うん、で実際にここで演奏してもらって ね、素晴らしい演奏を聴かせていただきましたけども、こそっていう ね、はい、中国語とになるのかな、はい、ね、素晴らしい演奏、今日はその告知ですよね、はい、はいはい、演奏会があるということで、はい、そうです、はい、そしたら早速どうぞ、 はい、5月の3日に、道後公演で、うん、演奏会があります。時間は12時からですね。あと、11日に道具カフェクーで、うん、生演奏もあります。道具カフェクー、これいいとこだはい、時間は18時の30分から、19時の30分までですね。はい、あと、18日、坂の上の雲のステージアームで、こそのコンサートがあります。時間も12時からです。はい、19日で花水木通りの旗田で後陣のコンサートがあります。はい、皆さんよろしくお願いします。たくさんあるじゃないですか、ね、やっぱこう北海道ラジオのおかげじゃないのこれあれからどんどん内部のね依頼があって、はい、ほらいいね、ありがたいね。特にその中でも来てもらいたいところってあるんですか。あのドッグカフェクーでやるのはねすごくね場所がいいですね。そうですね、あ、そこにはぜひ、まあ他のもいいんですよ、他のもいいんですが、うん、そこはね特に来ていただきたいなと個人的に思うだけです、うん、なんで冷めてるの、まあ、まあいいや、はい、いやね、まあでも素敵な、ね、演奏ですのでね、うん、ぜひ本当生でぜひね生で聴いていただくと、またこれはそうなんですよ、これ場所変わればまたいろんなね聞こえ方も違うと思いますからね、うん、はい、それぞれの場所に本当に行って、はしごして回ってほしい、いいですね、はい、はい、ということで、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、うん、まあ、はいはい、素敵なイベントイベントです ね、ぜひ行っていただいたらと思いますが、はい、まあ、ちょっと他のねイベントもご紹介していきたいなというふうに思うんですが、実はこのイベント先8月頃のイベントになるんですが、うん、まあ、今からですね、うん、申し込みをしておいていただきたいなと。いうこと、申し込み、はい、申し込み、なんだ、ということでちょっとご案内しておきたいなというふうに思いますが、はいはいはい、8月の25日、えらい先
時の話ですよ、これまた。夏休みだ、ね。夏休みだ、ゴールデンウィークだっていうのに。はい、あにですね、あら、トライアスロン中島大会。ね、あ有名だね、第28回になりますね。有名ですよ。有名ですな、これは。まあ、今年こそはね、こう、チャレンジしてみたいなと思ってる方たくさんいるんじゃないかと思うんですが、ですね、これがですね、5月13日までですね、締め切り、早いんだね、そんな前に締め切っちゃうんだ。今年こそはね、チャレンジしてみようかななんて思ってる人、これもう急いで8月になったんで遅いです。遅いですよ、本当。なので、まあ、ちょっと今のうちにね、これはもう告知しとかなとね、ご案内しとこうかなということで、まあ、条件あるのなんか。はい、条件はですね、平成5年8月24日以前生まれで、そのトライアスロンの各種目を、練習し完走する自信のある方、そりゃそうだな。あと大会がね、この8月25日の日曜日なんですが、前日から1泊2日でね参加できる方ということで、泊まり込みで、はい、定員が500名程度、そして、参加費が2万円ですね。前夜祭とかね、あと保険代などもあるそうですね。ということで、まあ、一応こちらの方にお送り先示しておきますけれども、トライアスロンの、ね、中島大会の事務局の方までお申し込みをいただいたらなということで、そして今年の夏にはですね、夏にはあなたのね、実力を、ね、そうだよ、これはトライアスロンのね、今からもうトレーニングだよ、もう全国の人がね、ここは中島に集まってくるからね。そうですね、中島の大会は本当全国レベルの大会ですからね、でも知らなかった、こんなたくさんの人数で泊まりでやってたんですね。ねえ、そこは知らなかった、僕らも知らなかったんですけど ね、まあ本当気がついてみたらもうね、申し込みが終わってたなんてことが多いので、そうですね、まあぜひね、今のうちに、お申し込みをいただいたらと思います。こういうのブームだからね、はい、スポーツイベントね、そうですね、まあゴールデンウィーク明けというとね、なかなか、まあそうだね、だいたいゴールデンウィークにイベントっていうのは集中しちゃうからね、少なくはなってきてるんですが、ショパン、おお、ちょっといきなりそんなとこ行った、の音楽ですね、ショパン、ね、ショパン音楽と、うん、熊高原町の自然のコラボコンサート のイベントがあるということ です、ね、ショパンの音楽と、はい、はい、そして、まあ、熊高原町の自然を、コラボレーションしたコンサートということで、5月19日の日曜日ですね、熊高原町でショパンの高原フェスティバル in 熊高原町というのがですね、開催されるということですね。不思議な感じ。これがね、ポーランドとの国境を越えたコラボを、楽しむイベントなんだそうですね。ポーランド、ポーランド、はい、で、ショパンの生まれ故郷ってこと？ポーランドは。別にそれは関係ないですか？多分そうなんじゃないかな。でもね、じゃないとショパン出てくる意味がないよね。間違ってたらごめんなさい。なるほど。ピアノコンサートとかね、ありますね。マグダレナ、ズックさんっていうね、女性ピアニストの方が、ピアノの演奏なんかもあるということで、これですね、前売り券を発売中ということで、一般の方3,000円、小中学生が2,000円ということだそうですね。はいはいはい、これ結構あの 毎年行われてるのかな、このイベント、ね、たくさんのね、こうな抽選会とかも持ち巻き とかですね、はいはい、物産展なんかね、あるということなので、5月19日日曜日にですね、ぜひ、行ってみていただいたらと思います。ということで、ね、ゴールデンウィーク中もね、たくさんのイベントあると思いますけども、またゴールデンウィーク過ぎてからもですね、まあ、先ほどのリラさんのね、はい、音楽会がありますけれども、音楽イベントいい ね、いいですね、そういったところにぜひお出かけしていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、気になるイベントのコーナーでした。はい、行ってみてね。それはいかん野郎のコーナー、いかん野郎、はい、ということで、今回のそれはいかん野郎、どんないかん野郎があるんでしょうか、あるんでしょうかな、はい、お、来てんだ、初めていただきました、初投稿でございますな、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、北海道ラジオネームすみっこ暮らしさん何、なんか悩んでんのかな、ね、なんか悩んでんのか、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。この間バスに乗ったんですが、誰も降車ボタンを押さず、バス停にも誰もいなかったので、運転手さんがそのバス停を通り過ぎようとしました。うん、するよね。そうだね、誰もいないの。はい、で、バスがバス停前を通過した瞬間、
見えないところに座っていたらしいおばあちゃんがぎょっと驚いて猛ダッシュで、うん、おばあちゃんがおばあちゃんが猛ダッシュだ。おばあちゃんがバスを追いかけて走ってきたのが見えました。おあ外にいる話ね、車内の話じゃないんだな、うん、ああそれで、運転手さんはすぐそれに気づいて急ブレーキ、うんうん、おー、キュッと、うん、危ないじゃん、危ないね、まずいかんやろ、じゃあいかんね、危ない、急ブレーキはいかんよ、バスだから、おばあちゃんはギリギリでバスに乗せてもらいました。乗せてもらえた、ね、あ、よかったじゃん、いい話じゃないよ、うん、その後、運転手さんが車内放送で、うんうん、見えるところにいてくださいねまあね、まあ、おばあちゃんちっちゃいし、おばあちゃん大体おばあちゃんちっちゃいからちょっとまあ見えにくい、まあ保護色になってるからね、大体のおばあちゃん保護色になってるから大体見えにくいのよ、まあ、バス停にいても、ね、見えるところにいてくださいねと優しい声で指摘していました、はい、あのおばあちゃんはしんどいから座ってたんでしょうけど、猛ダッシュで追いかけてくるあのスピードはそれまでこう要望要望した感じだったのがもうこんなジョイナーみたいにこう走ったら待ってーとか言ってね腕の振りもどうぞジョイナージョイナー振りでね多分走ったんだと思うけど、そりゃそりゃびっくりするわ、なんか漫画見てるみたいなそれまでこんなよた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 してたおばあちゃんだけどね何がいかんやろ、その、ものすごい体力だと思いますっていうね、うん、いかんやろは、すみっこ暮らしさん、うん、いかんやろはどこかちょっとあの僕らが弾けちゃってよく分かんなかったけど、やっぱ急ブレーキかな、急ブレーキのとこが意外、その指摘したところがいかんやろかな、そうなのかな、でも優しい声で、これ優しい声で、だからおばあちゃんが見えるとこにいなかったから、おばあちゃんが見えんとこにおったからいかんやろ、だからおばあちゃんは見えるとこにいてください、あだしょうがないだって、おばあちゃんはちっちゃくて保護色だから、うんね、ちょっと見えずいぶん保護色にちょっと気に入ったからちょっと使ってそれはもう皆さんもバス停では見えるように待ちましょう、見えるように立っとかないと ね、こういう格好でね立ってるとか、そしたらもうすぐね、うん、もう分かるから、ああ待ってるわって分かるからさ、ね、おばあちゃんこけたりしなくて、あでもあれ、ね、ジャイアント君の場合あのこう 最近の、ね、カメラとかで顔認証してもらえないじゃない、だから運転手さんにも認証してもらえないあ人だと思ってもらえないんだ、僕なんか電柱とかポストとか、そうそうそう、ああそれっぽく見えるんだ、うん、なんだそりゃだいたいこんな格好で街中歩いてませんから僕ね、当たり前でしょ、はい、ありがとうございます、ね、まあまあまあ、はい、ちょっと目の付けどころがずれてたのかもしれないけどね、僕らのね、うん、まあまあいいでしょう、まあ、まあいかんやろなと思ったんですよ、いかんやろと思ったんですよ、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、本当に、はい、なんか他にはあるんですか、言わせて、はい、まあ私ですね、うん、はい、まあ、こんななりですけども、うん、実はあのドッグカフェなんていうものをですね、うん、やってるんですよ、ね、知る人ぞ知る事実、今ちょっとぶっちゃけてしまいましたけども、まあ、まあ、いいんですよ、そこで驚くことじゃないんですよ、それはいいんだよ、まあ、あのそれをやってまして、はい、そこでのいかんやろ、あいかんやろね、でまあドッグカフェっていうとこはさ、うん、当然ながらワンちゃんを一緒に連れていけるカフェっていうのがドッグカフェなんですよね、皆さんご存知かどうか知りませんけども、うそういう場所なのでどうしても匂いが、うん、ね、やっぱりしちゃうじゃない、はい、ね、これ僕らが犬飼ってるから割とそんなの気にならないんだけども、まあ、ゴクさんとか割とね匂い割と敏感だからすぐ分かるよね、うん、でまあそんなのもあって、そのドッグカフェの前の道っていうのが結構その近隣の方がお散歩コースで使うわけですな、でお散歩コースで、まあ別にうちに来るわけでもないけどその前の道を通る、うん、でまあそれは別にいいですよ、近隣の人もね、うん、別にそこ通るなとは言いませんよ、うん、でワンちゃんなんだからね、うん、ぜひぜひ通っていただいたらいいんですが、うん、マナー、うん、マナーが悪い、はい、なおこれがね、その要するにまあ歩道の部分ですわな、あの店があってその隣に歩道があるんですが、うん、そこの歩道を歩かすんですけども、そこにワンちゃんの糞、うん、これをね、まあそれはね自然現象ですから、そこで刺すなとまでは言いません、うん、まあ、厳密に言ったらしてほしくないですよ、店の前ですから、うん、けどもしたらちゃんとその糞を持ち帰ってほしいのよ、うん、それがそのまま置いたま
ままになってんだよ、うん、しかもじゃないのに、うん、しかもそのね、店の前だからさ、うん、イメージがあるじゃないやっぱり、うん、ね、管理が悪いみたいな、ね、みたいなね、うん、なっちゃうじゃない。で僕だってさ、それ四六時中ね監視して回ってるわけにもいかないわけだから、うん、ね、それ気づいたらもちろんもう処理するけども、うん、それはやっぱりなかなか気づかない外だからね。でそこのまだ道だったらいいよ、うん、道だけだったらいいのに、この前は、うん、うち店に入るところに門があるのよね、うん、その入り口の横、うん、そこにこんもりと置いたままになってんのよ、もうちょっと嫌がらせっぽいよね、そうなってくると嫌がらせだったんじゃない、あれ俺嫌われてんのかな、そういうね、やばいね、けどほんとね、そういう状態で、それなんかもう絶対に店入る人は見えるわけよ、まだ歩道にあるぐらいだったらね、遠目だからまだそんなに見えないけども、そのとこに捨てるんだったらもう問題外ですよ、ね、それがあって、さらに聞いて、うん、でうちってその道沿いにもあるんですけども、その歩道沿いのところにドッグランがあるわけですね、うん、はい、でドッグランのところね、この前朝来たら、うん、朝来て、まあドッグランは店内にあるからね、敷地内にあるから一応チェックするのよ、うん、そしたらそこにもワンちゃんの糞が置いたままになってんだよ、うん、で大体ドッグラン使う人っていうのは使い方っていうか、そういうマナーをね、うん、まあ、大体分かってる方だから、うん、でナイロン袋もちゃんと置いてるし、ゴミ箱もちゃんと備えてる、ね、うん、だから別に普通ね、今までちゃんとそのナイロン袋を使ってその糞を取ってゴミ箱に捨てていただくっていうのはもう共通ルールになってて、もう皆さん大体使っていただく方はそうなんですけど、どうもそれがね毎朝あるのよ、あ朝見たら日刊にしてるんだ、だからもう僕はね、そこのね、さっき言った歩道にもあって、その入り口にもあった、でそこの敷地内にあるドッグラン、うん、そこは一応入れないようにはしてんだけども、うん、どうやら朝はね、うん、侵入してんじゃないか、で裏口は実は簡易的な鍵しかないのよ、うん、そのがっちり鍵かかんないんで、うん、入ろうと思えば入れるのよ、だからこれはいかんぞと思って、うん、でそこの鍵もちゃんとしたの、うん、入れないよ、うん、それでも朝来たらあるのよ、どうやってんの、どうやって入ってんのこれと思って、うん、でしかもあれよ、糞した後に綺麗にこう土で隠してあるの、猫じゃないの？あ、なんで、あれ、あ、猫がピョンと飛び越えてね、猫、うん、そうかも、猫の可能性もあるじゃん、可能性が、あるかも、猫か、あそこぎっちり閉めて入れないようにして、犬は上から来れないけど、そうね、猫だったらね、犬かぶせないよね、そうね、僕はてっきりながらわざわざこう隠してわからないよ、でも嫌がらせじゃないよきっと、それ嫌がらせじゃないんだ、それはまあ一応いかんやろって言っとけば、あでも十分いかんやろそれ、いや、まあ、だよ、だって猫要するにそれ、ね、野良猫かなんかでしょ、うんうん、野良猫か、そういう、ね、野良猫が増えてるんじゃいけないんですよ、うん、ね、そういう野良猫を増やすのもいかんやろ、いかんですね、いかんやろいかんです、ちょっと衝撃的な事実を知ってちょっと、はい、それはいかんやろのコーナーでした、はい、いかんね、愛媛魅力発見のコーナー、見つけたぞー、はい、ということで今回もですね、愛媛大学の法文学部総合政策学科の、お二人に来ていただきました、じゃあまずちょっとね、うん、お二人ちょっと来ていただいてますけど、ね、自己紹介の方からお願いします、はい、はい、愛媛大学法文学部総合政策学科の宇都宮ゼミの3回生の渡辺康介です、よろしくお願いします、はい、お願いします、
同じく、愛媛大学宇都宮ゼミの森下智博です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。渡辺君と森下君、今日よろしくお願いします。今回はどんな、ね、どんな面白い話を教えていただけるんでしょうか。はい、はい、私たち地域コースと観光コースというコースがあるんですけど、うん、そのコースと合同で4月1日2日に、うん、新しく入学してきた1回生の、うん、と親睦を深めるっていうことで合宿に行ってきまして、でその合宿場の写真なので、なるほど、大三島ふるさと、大三島、はい、大三島のふるさと憩いの家っていうところが、ふるさと憩いの家、はい、あるんですけど、いい感じじゃない雰囲気それ。これはもともと学校みたいな、学校のとこ、自然の家みたいな感じだ。はい、これもともとそんな感じ、あ、こういう感じなんです。なるほど。ああ、なるほどな。昭和60年ぐらいまでは宗像、うん、小学校っていう小学校、宗像小学校、はい、ちゃんと小学校だったんだな。はい、で小学校が閉校されて、うん、こう民宿に改築なってるとね。すごい。合宿か、うん、でもね、なんか雰囲気があっていいですよね、うん、でね、うん、何するの合宿って。1回生は主に自己紹介をして、うん、なんか先輩方に知ってもらうのが目的で、うん、先輩方は2、3回生は自分たちが研究している内容を先生方とか他のゼミ生に報告したり、あ、なるほどね、ちゃんとした勉強って勉強会勉強勉強、ね、朝は走って夜山に登ってオリエンテー自然の家だからそれそんな合宿って走るイメージ あ、まああるけど ね、走るの、いや走らない走らない走らないまあ、うん、やってる廊下を走っちゃいけないよ、ね、そう廊下なんだよ、うん、で廊下も50メートル以上あって、おーすごいじゃん、もう雑巾とかもあるみたいな、Z1 グランプリができるね、あーすごい、すごい長い廊下、うん、なるほど、ね、いいよ、そこで何を、中なんですよ、中はこういう畳な感じで、うん、畳ね、テレビとかエアコンもあって綺麗ね、これが全体の写真ですね。あ、でもね、あ、いいとこだよ。海すぐそこじゃんこれ。綺麗、またこれ。いいね。それは大三島だからね。だって山の奥の方だってあるでしょうが大三島だって。ね、すぐ海だったんで、着いてすぐお昼ご飯だったんですけど。泳いじゃった泳いじゃった。いやいや。泳がない。ご飯どころじゃないから。泳ぐところ。4月だったんで。4月だったね。そっかそっか。お弁当を持ってきてこう海見ながら潮風を感じる。いいじゃないこれ。ね、じゃあ塩かけなくてもおむすびがそんなかぶんないでしょそんなにはごめんなさいね話進まないからで、こう、うん、この広場なんかでも4人5脚でリレーしたりして、うん、あ、ほらやってんじゃんやってんじゃん遊びに行ってんのかお前らは親睦を深める、あ、親睦ね、あ、親睦を深めるためにな、うん、これは海ですね、うん、海だこれ、いい海だこれ、綺麗な海、夕日とかも綺麗に見える、そうですね、あ、いいのか、あ、いいね、なるほど、愛が育まれるね、うん、子供森下も、うん、ずっとす泳ぎたい泳ぎたいって言ってます、あ、なんで泳ぎたかったね森下君は、先生から、あ、それダメだ。それはやめとけって言われたね、はい、ビーチボールなんかはできたんで、うん、夏をちょっとそんなもんやって、あ、いいね、あ、楽しそうじゃん、一応海パンかなんかでやってみたら、やってみたら、そこまでは、まあ、それはすごかった、寒かったこれは、なんだ、バーベキュー、あー楽しそう、ちなみに1回生何人入ったの、1回生が、うん、おいおい、おい、知っとってやれよ、それぐらい、おい、大体、大体十何人、20人ぐらい、20人、おお、すごい入る、大所帯だな、もう、すごいな、そっちは覚えられないよね、まあね、名前まで言えとは言わんから、なるほどな、まあ、1、2回生と、あと3、4、1、2、3、4回生までいるんですよ、全員で何人で行ったの、これ、合宿、それに教員も合わさって、60ちょっと。すごいね、教員が大体30名ぐらいでほとんど先生じゃない何の合宿だっちゃうんですか、合宿所になんか小部屋とかお部屋とかいろいろあるんですけど、うん、全部もう僕たち貸し切りで、うん、あ、もう完全貸し切りだ、完全貸し切り、あ、いいね、好き放題だもん、好き放題だ、うわ、たまんないな、周りの家とかもないんで、うん、普通あの青年自然の家とかだったら、うん、うるさいからマナー守って、うん、あとか言うよね、やってくださいねとか言う、規律厳しいよね、ああいうとこって言われないもんだから、ね、やり放題、もうやり放題、むしろはしゃいでください、うわ、飲めや、騒げや、うわ、呼んでこいみたいな、あ、そんなことはない、なるほどまあいいや、話進めてですね、
これは海鮮バーベキューなんですけど、はい、タイとかイカとか、うん、あいいね、また美味しいんだ、そういう海鮮ものとかが、うん、ほとんど大三島さんのもの、取れたてのやつね、新鮮で、地のものはやっぱり美味しいよね、美味しいよね。で、その食材とかは調達できるの、向こうで。そうですね、全部向こうが用意してくれ てくれてるって。もう僕らは遊んでたら、うん、もう出来上がってたみたいな。もやってくれて、マジでそんなとこやれよ、それぐらい。そういうのが楽しいのにね、こういうのやってくれる。あとは焼くだけみたいな。焼くだけで。じゃあお世話してくれる方はいらっしゃる。そうですね、こう夫婦でやられてるんですけど。あ、夫婦でやってんだ。はい。とスタッフさんが何人かいらっしゃって、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ行きやすいね、はい、すべてお世話してくれる、うん、じゃあそれいいな、一番サザエが、サザエが、サザエでございます、バーベキューサザエ置いて、うん、醤油入れて、うん、たまない、グツ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 、なんだよねあれ、ちゃんとご飯を後で入れましたかとか言ってそこそんな大人のことしないか、そこにご飯入れる食べた後入れるよね、え、あの貝殻だからね、わかるわかる、おいしいんですか、おいしい、あの、お店で食べるとそうやって出てくるちっちゃいご飯、今度やってみろ、そうそう、そうやってやるの、何の話だよ、はい、で、で、うん、はい、これが、なんだろう、何だろう、何、何これ、合宿井戸の、これが合宿井戸なんですけど、はいはい、それに隣接していた、うん、岩田武の母と子のミュージアムっていう、ミュージアムがあったんです、大三島自体結構なんかアートに取り組んでる島なんで、美術館的なことだ、そうですね、この母と子のミュージアム以外にも、ところミュージアム大三島とかで、ね、ったり、知らない、あと伊藤豊建築ミュージアムっていうのも大三島にあって、その3館を回れるチケットもあって、うん、あ、そうなんだ、はい、なんだ、ここに来ていたお客さんはあの自転車で回ってみて、うん、あ、ずっと、あ、もう自転車で回れる距離ぐらいなんだね、大三島だから、皆さん方はすごい回ってみたんですか、僕たち結構もう過密なスケジュールで合宿したんで、行けなかったの、行けなかった、なんだよ過密スケジュールっていうのはさっきのバーベキュー忙しかった、まあ、勉強で忙しかった、バーベキューと、はい、ね、なるほど、で、その合宿では主にどんな勉強をしたの、うん、そうだよ、そこが肝心だろう、ね、うん、何を学んだんだ、そこで3回生はさっきも研究をみんなに発表して、うん、聞いてる人たちは、うん、その研究を聞いて、うん、自分の意見を言って、うん、お互いがこうやって、うん、抗議しちゃうっていうのが、うん、主な目的で、まあ、それぞれの研究をね、今ちょっと話してると長くなるでしょうから、うん、じゃあ森下君の研究発表っていうのはどんな研究をどんな内容だったんですか、僕たちが宇都宮ゼミっていうゼミで、うん、ね、コウスケ君とあと一人、はい、三原さんっていう3人のグループで、はい、研究のタイトルが、うん、立ち上がった農業村の女性たち、都市の消費者と生産者をつなぐみたいな感じで、なんだ難しいこと急になんか真面目だな、真面目ですね、生産者のその女性たちが立ち上がった、立ち上がった、みんな立ち上がったんだ、農村部の生産者をなんか女性グループが加工とかをして、うん、都市部の女消費者に売り込むっていう、そんなこと前なんか言ってたな、うん、それが多分あの前回のね、宇都宮、宇都宮店の前回とか言ってたな、はい、あ、なるほどなるほど、はい、それなんだ、生産者の奥さんであったり、うん、生産者の方であったり、うん、の女の人たちが集まって、うん、はい、農家レストランとか、農家レストランとかね、うん、道の駅の直売所とかで活動してるんですけど、うん、なるほど、まあそういった研究結果を1回生の人に聞かせてあげたんだ、はい、なるほどね、これからもじゃあそのそういった研究をもっともっとこう進めていこうっていうことなんですか、もっと新たな研究テーマっていうか、ね、うん、僕たちはあの今回まではこう生産者側からこうずっとこうそういう生産者と消費者をつなぐっていう研究をしてきたんですけど、うん、今度はちょっと消費者側からの視点で、おこっち側の矢印じゃなくてこっち側の矢印を、あ、なるほど、やろうかなっていう、なるほどね、じゃあね、また次回にはそういったようなね、ぜひで、まあ今度はね、誰が来るか分からないから、ね、また違う人になっちゃう、他の人だったらね、押し付けちゃえばこれのことをちょっとやってくれって、うん、なるほど、うん、はい、じゃあまあ次回もね、また楽しみにしてますので、ぜひね、いい、まあ楽しんでね、みんな仲良くやっちゃって、はい、ね、お願いしたいと思います、はい、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。フォーチュンテイラー内田の運勢鑑定、楽しみ。
はい、内田先生、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。時刻と三匹という形でね、はい、話のしました、はい、ね、で三匹が草木、まあ、春ですね、春の走りで草木が芽吹き出してくるんですよという形の、同じ木星でもね、ちょっとそのあたりが微妙に三匹と今日話、これからお話する四六の同じ木星でもちょっと違ってくるんですよというような感じをね、さらげなく話したと思うんですが、はい、そのことをまず覚えておいていただいて、同じ春でも今日お話する四六木星というのは月に直したら4月5月ちょうど今なんです。ああ、なるほど。で三匹の春は春の走り3月です。だから3月頃に草木が芽吹いて引き出しますよね。でこの4月5月で、もう今外を見ていただいたら分かりますように、緑がね、新緑がね、はい、これ木々が完全に成長してきた状態の木なんですね。だから発芽してきたものが完全な樹木になってくると、ね、大人になった状態、そういうことですね。ということは完全にもう整ってきましたよっていう状態のところが、この四六の木星と同じ木星でも違いがある、ね、っていうことが木星の中で言えるんですがね、でその中でもう一つこれ面白いんですが、四六の中にはこの今まで説明しているのはこれね、九星気学の中での小位というものについてお話ししたんですが、小位というのは、その九星ね、一泊からそれぞれが持ってますものの意味とか事象、事象っていうのは事柄、これが印象の象というのが入ってね、そういった中で何を意味してくるかって言ったら、四六は風の意味も持っとんです、小位というものをね。だ風ってはスーッとこういう形で、ね、なんていうんですか、そよいだ状態があったり、一年中吹いてたりというようなことがありますんでね、そういう中から起きまして、9つの星の中で一番穏やかな性質を持ってる、正気を持ってるのがこの四六木星と言われております。そうなんですね、はい、ですからこの四六木星の人は、9つの星の中で人の気持ちね、周りの人たちの気持ち、ね、気をそらさない巧みさ、要するに社交的なものは、この9つの星の中でナンバーワンと言われております。そうなんですか、はい、ね、ですから、要するに人の気持ち、そらさん、たくみさがナンバーワン、だから社交的でありますよ、ということは早くから年上の方に引き立てられてみたいと。そしてあんまり嫌われる人っていうのは少ないわけですね。少ないですね、ね、だけどこういうことですから、人によったら八方美人に見られたりします、ね、ああ、なるほど、自分そのつもりないんですよ、ね、だけどそういうふうに誰からの区別なくお付き合いができるがゆえに、そういうふうに思われる。そしたら、今日こうやって説明してる私もその四六ですが、ね、悟空さんも四六ですよって話しましたよね、じゃあそういう中でご自分の中でね、思い当たる節が何割か終わりでないんかなとかいうの気がするんですがね、そこで今四六の方もがね、あ、そう言われたらそうかなだとかいうことがある。じゃあここで一つポイントですよ、はい、これよく覚えておいてほしいんですよ、はい、四六の方ね、はい、要するにそういうふうな形で誰彼の区別なくできるわけですから、精神的に人に尽くしていって、それが自分の徳としてまた運として返ってくるような運気を持っておるということは分かるんです。職業的にはですよ、タレントさん俳優さん向いてるんですよ。あ、なるほど。っていうのは人様にそういうふうな形で誰彼の区別なくそういったものを与えていくわけですね、だけどそういう中に風ですから、そういう中人様に誰彼の区別ないから穏やかなのんびりさがあるわけです、だからここがタレントだとか俳優さんだとかいろんな仕事をしてくる中において一つの弱点になってくるのは、のんびりしてるがゆえに、ね、取り崩し苦労があったりとか決断力の、でチャンスを逃してしまう傾向もがあるんです。後で振り返ったら、あの時だったなとか思ったりすることもがあったり、もうこれなんか私がもうね、今年62じゃないですか、思うこといっぱいありますね、過去振り返って、あの時にって先生も思うわけだよ、ね、そんな感じで、そうです、ダメでしょ、だけどこの穏やかさがまた一つプラスになって、また違うところの反面、男女とも共通して言えるのが、年より若く見られる、お、なるほど、はい、
いくつ何度が来ましてもね、うん、っていうことは やっと若い時に割と年、年配っていうかね、ちょっと自分より上ぐらいに見られてたのに、うん、どん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 こういうような形でね、うんうん、いう形だから、あ、多分外に出ていった時なんかにでも人様とお話しとって、つまりでも若いですねとかいう感じで言われたりするんじゃないですか。そうですね。ね、僕なんか自分のこと言われるようで、多分そんなこと言われるんかなと思って、やりにくいとかあるんですけど、まあ事実こういうところ。なんですね。こういうところなんですよ。ね、だから、ね、これが視力の一つのキーワードっていうことも、それと今年視力ものすごい強いんですよっていう話を以前にした覚えてますかね。そうですね。だけど、何年かな、5月。はい、この最もすごい運気のバイオリズムの年回りにある中において、うん、はい、この好調の中で最悪気をつけなければならん注意の月なんです。あ、これ心しておいてくださいよ、視力の方、5月ね。はい、ということを覚えておいてください。で、特に健康面、特に健康面留意してくださいよ。やばいね、はい、やばいよ。のは今まで頑張ってきたところ、疲れなんかが溜まってましてね、はい、今までの病気、過去にあった病気なんかを再度誘発してみて、あらららら、やばいやばい、はい、恐ろしい。次回の放送が中止になるから、ここは分かってるんだから気遣いしてくださいよっていうことね。はい、そこが、これが指導部ということでね、はい、はい、で次に、五王という形でね、はい、五王はこれ1時間ぐらいかけて話をさせて、待ってました先生。これも覚えていただいてますかね、うん、五王と言いますのは、うん、帝王の星ですよって言ってるのか覚えてますか。はい、覚えてます、もちろん。ど真ん中にあるんですね、ここで八つの方位があるって、この八つの星を従えてるんですよ、うん、っていう話をしましたよね、うん、それと時刻の時に話したように、時刻は黒の土ですよって話ですね。だから五王は何の色の土ですか、うん、黄色ですよ、ね、黄色ですよって言うのね。だから黄色の土から何をイメージされますか。黄色の土でイメージ、はい、何でしょう、地球そのものですよ。え、黄色、ね、この学問が出来上がってきた中国の広い広いね、あの土地ですよ、うん、ね、あの土地だから吹いてくるのが黄砂、今言われたように ね、その黄色の土ですよ。ってことは土はね、砂みたいなもんですね。そうですね、それも土地が出来上がってる、今みたいな舗装されてる、設置されてる、いわゆる土です、あるじゃないですか、うん、さあ土は2面あるっていうことを覚えてくださいよ。どういうことかね、時刻の時に万物を生育育てていくものがありますと、同時に腐敗もさせるんですね、うん、でしょ。だから昔あの土葬なんかっていうのがありまして、土に埋葬したりとか、野菜なんか食べ物残したものを穴掘って埋めたりとかっていうのがありましたでしょ、はい、これが人生に置き換えてくると吉と凶、ね、これ両方持ってるって言うんですよ。正確にしたら気性が激しいようなところがあるのか、寂しがりやがったり、二重人格ではないんですよ。そういうものが持ってるのがこの五王土星なんです。五王土星、あら、そうね、両面を持ってる、両面持ってる、どっちかというと今日の方しか持ってない。だめだめ。そういうふうなもん持ってるってことを覚えておいてください。はい、ね、ね、だからそういうふうに万物を育てていく、ね、腐敗さす、うん、ですから、うん、人生に置き換えたら割と波乱万丈の人生を送る方が多いんです。ああ、それは合ってるわ。その場で強いのはそれにくじけない。ああ、全然くじけない。ね、それを打ち破っていくような強さも持ってるっていうのがその高度性であ る, なる、ね、こういうふうな形なんですね。はい、1時間ねお話聞きたかったとこでしょう。そうですよ、もうあってね、はい、時間が、今から盛り上がれるとこなのに、ね、もう時間ないの、はい、時間ないっていう形でね、はい、とこでよろしいでしょうかね。わかりました、はい、今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうも。Facebook の友達に会いたいのコーナー。会いたーい。はい、ということで前回のですね、はい、西口照彦さんのご紹介で今回は後藤拓郎さんの登場になります。聞いたことあんだな。まあいいや。ではお呼びしましょう。はい。チャラチャ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 ラチャチャウ。ようこそお越しいただきました。どうもはじめまして。どうぞどうぞ、あの、はい、ちょっとどんどん、ね、はい、つけてください。じゃあ、あの、まず最初にですね、はい、ちょっとあの自己紹介の方からお願いします。はい、
はい、久間高原町で革工房を営んでおります、後藤拓郎と言います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。革工房、はい、革細工をね、やってらっしゃるっていうふうに伺ったんですけども、はい、熊高原町でやってるんですか。そうですね、熊高原町です。はい、じゃあもともと熊高原町なんですか。いえ、まあもともとは都電町でですね、あの、まあ、実家の家業がお漬物屋さんということもありまして、はい、まあ、あの実質の一角でコツコツとやっていたんですけれども、はい、まあ、2年ほど前に、あの熊町の方に移住しまして、はい、であの工房をちゃんと構えたということでございますね。え、なんで熊町なんですか。どこなっちゃったね。別に東部でよかったじゃないですか。いや、東部東部、いや、あの東部、いいところなのに、違いますか。いやらしい話だ。まあでもね、そういう考え方で、ね、熊に行ってね、はい、うん、たくさんそれで熊がね、まあ、盛り上がっていい、盛り上がっていいよね。まあ実際あの革工房と言いましても、うん、結構あのいろんな機械をたくさん使うんですよね。うん、まあそういうあの機械の置き場所とかですね、あの革の置き場所とか、うん、そういうことを考えると結構広い面積が必要な。なるほど。じゃあちょっとその実際にね、はい、どんなものを作ってらっしゃるんですか。うん、革工房って言ってもね。そうですね、あのうちの場合は基本的にフルオーダーの革製品というのが基本になるんですけれども、まあ、まあ、代表しますと、まあ、お財布、お財布、はい、ね、あのまあコインケースであるとか、まあ、人の生活で使う道具ですよね。はい、まあ革工芸って言ったら、あのまあ芸術というよりは本当にもう生活に密着したものという感じですので、はい、あの人にあの合わせて必要なものをこさえていくという。なるほどね。じゃあそれはその制作されて、まあ、作られたものはどっかのお店とかで卸して販売してるっていうようなことなんですか。はいはい、うちは委託はほぼやってないんですけれども、あのそのお店の例えばギャラリーさんとかで、よほどその革の知識とか、その扱いの仕方をあの知っておられる方がいるお店に限って、あの一部動かしてもらっています。じゃあどうやってその販売はしてるんですよね。はい、してます、うん、あのブログとかですね、うん、あのお電話とかいただいて、あの個人個人の方に工房まで来ていただいて、革を選んでいただいて、相談の上で制作するということ。完全フルオーダーメイド的なことですね。そうですね。そんなにお客さんっていらっしゃるんですか。いや、そうでもないです。わざわざそれ言っとかない。ずるーと力は、そうでしょ、もうね、本当なんですか。あ、そうです。どっちのそうです、それはどっちとも取れるようにね。なるほど。あの県外、大阪のイベントとかですね、あのお店とかでのその直販、オーダー会みたいなものを2、3、あの出まして、その時にお客さんにオーダーをいただいて持ち帰って、あの制作する。大阪の方。そうですね。なんで大阪なんですか。やはりあの需要が多いというまたやらしい話。いやでもそれはね、ちゃんと仕事がなきゃ。あの月に1回松山で行われている、うん、あの気まぐれ市という、あります、あのハンドメイドイベント、はいはい、あの熊町ってすごく遠いので皆さん結構なかなか来にくいということで、あの月に1回も出張店舗という形でその気まぐれ市の、そのそこで結構西口さんと仲良くさ、前回の、そうです、前回の、ね、そうなんですね。はい、そうなんです。やっぱりそうやって見てもらわないとね、あの、ね、実際にオーダーしようかなっていう、いうところにも発展していかないので。後藤さんの革細工の特徴とかあるんですか。なんかもうこれはうちでしかみたいな。あ、そうですね、ああ、まあ、まず加工前にあの、カツオでこうつけまして、何の話をしてるんですか。漬物屋だから。そう、それつながりで、ね、分かりにくいな。すいません。その革は作ったのは食べれるんです。だから続けていかなくていい。そこはいいから、もうそのボケはもういいから。あの、まあ、炙るとこからでいいですか。いいですね、その辺からいきます。はい、あ、で、あの、特徴ですね。すみません。あの、基本的には、手縫い。おお、はい、手縫いなんですね。あ、はい、それ一つ一つ手縫いだ。でも厚みがね、それなりにあるでしょうから、ね。そうですね。まあ、あの革もう最初にあの届いた革、うちはあのイタリアンレザーを、イタリアンレザー、
いいですねとか言って俺の目が輝いてないな。イタリアンレザーで財布とか、そうですね、バッグとか、うん、そうです、うん、なんかそれだけでいい感じするもんね。色もそんな感じのいいのが、ね、はい、カラフルな色がたくさんあります、おしゃれじゃないのこれ、はい、そういう革を、あの最初すごく厚い革が届くんですね、うん、あのそれをあのうちのある機械を使って、あの薄く加工していって、あのお財布とかだったら、あのいろんな厚さの革を合わせて、それを一針一針こう穴を開けていって塗っていくということです、ね、非常に時間がと手間が手間かかってますね、はい、その代わりも一生ものを作るという、うん、なるほど、一生ものが作れちゃうというね、うん、おしゃれでありながらなおかつ一生もの、うんうん、はい、あるじゃないですか。はい、一応、はい、自分のものはやっぱりこれがお財布、そう、お財布ここに入れると、はい、実際今使われてる、そうですね、はい、私が実際に使ってる、でスマホのやつ、これ全部手縫いなんですね。そうです、手縫いですね。これなんかおしゃれですよね、すごい。これおしゃれだわ、作りが。このやっぱりステッチとかがね、すごい特徴的ですよね。すごい素敵。これも1日にそう何個も作れないので、そうですよね。そうでしょう。そうそう、これはあのその携帯の大きさ、まあ、スマホの大きさもいろいろあるけど、はい、それに合わせてちゃんと、そうですね、はい、合わせてきちんと作ってくれたりとか、あの木型を作って、うん、それに革をはめて型をつけるんです、うん、ああ、なるほどね、それから加工なので、じゃあ木型を作るところからがまず大変ですよね。なので、うん、あのうちの工房の1階の部分はもう木工の工場みたいになって、ああなるほどね、木型を使わなきゃいけないから、う、ね、どうですか肌触りは。すっごい使うほどにこう味が出ていいですね、皮はね、イタリアの イタリアの感じがだからこれはね、いわゆるその茶色っていうかね、ブラウン系ですけども、はい、まあ、イタリアンレザーってことですから、いろんなカラフルな、はい、カラフルな色がたくさんあります。例えばどんなのがこう、そうですね、まあ、あの今やっぱり、人気なのは、うん、こういう焦げ茶色プラス、うん、ちょっと爽やかな青色とか、あ、はい、あのピンクとかですね、その組み合わせ方とかも色々、そうですね、色々あります、ね、あ、はい、あの私が実際にこう持ってるのはこう結構茶系ばっかりなんですけど、うん、ね、実はあの作るものは非常にカラフルなものばっかりです。それはまたブログとかで見れるんですか、はい、そういう作品とか で一番得意とするのは何なんですか、こう革細工、まあ、色々種類あると思います、はい、そうですね、あの、まあ、お財布とか小銭入れって、うん、実は結構たくさんの革職人の方が作っておられるんですけれども、うんうん、私自身が得意なのは、うん、あのこういう携帯のケースであるとか、うん、あのこういう方が得意なんですね、本当に実用的でいいですね、今だと、ね、誰でも持ってるもんね、うん、携帯なんて、まあ、カメラのケースであるとか、うん、カメラのケース、はい、カメラのケースはかなりね、複雑ですよ ね、 ね、こういうちょっとあの機械的なものを有機的なもので包むという、うん、なるほどね、こういうものが得意です。はあ、それがオーダーメイドならではだね、はい、そこはね、なるほど、はい、もうこうやってね、うん、ご紹介いただいてますけども、あっという間にね、うん、あら、もう時間がもっとプライベートのことが聞きたかったのにね、うん、僕はね、あっという間に過ぎてしまったんですが、まあ、このコーナーですね、はい、お友達をちょっとつないでいく、まあ、はい、Facebook の友達なんですけども、はい、次にどなたかをご紹介いただきたいんですが、はい、どなたをご紹介いただけますでしょうか。はい、次回はですね、うん、はい、椿さんの参道で、はい、トンボ玉の工房を、トンボ玉、はい、大好き大好き、はい、村上智美さんという方、村上智美さん、はい、ちょっとじゃあ再確認で、はい、連絡していただけますでしょうか。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。はい、大丈夫でした。大丈夫です、 OK、 ありがとうございました、村上智美さんですよね。はい、はい、じゃあ今日はね、後藤拓郎さんに来ていただいてね、素敵な、はい、革細工紹介していただきました、はい、ぜひね、またブログホームページなんかも ね、はい、ご覧になっていただいたら、いろんな作品が見れると思いますから、ね、はい、うん、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。アートモノコーナー、イエイエイエイ、はい、ということで今回はですね、はい、世代ゆりかさんに、いただきました。はい、こんにちは、すいません、じゃあまずちょっと自己紹介の方からお願いできますか。愛媛県を拠点にイラストレーター、作家活動をしている世代ゆりかと申します。はい、はい、よろしくお願いいたします。
今イラストレーターというのをおっしゃってましたけども、はい、まああのもう目の前に、ね、早速、ね、たくさん用意されております。いただいてますけれども、はい、作品も置いてありますけどもね、主にその、うん、どんなものを今まで制作されてきたんですか？絵本みたいな優しいタッチの絵を描いているんですけど、はい、作品はそういった感じで、あと似顔絵を描いていろんなイベントを回っております。あ、イベントでね、はい、まあ実は僕もね、あの最初に瀬田さんにお会いしたのが、あの戸部焼き館の方でね、あの、あ、そうなんですか、戸部焼きにあの絵を描かれている、戸部焼きに直接、うん、あ、ね、そんなこともするんですね。もちろん普通のね、あの、まあ普通の紙にもね、はいはいはい、やってらっしゃると思うんですが、うん、ほら、なんかルンルン手に持ってる。そうです、ルンルン描いてもらったの、これ以前イベントでね、あの描いてもらったんです。あら、いつ頃、いつ頃、いつ頃ですかこれ。これはね、去年の5月、ちょうど1年ぐらい前、ね、あ、ちょうど1年前だ、うん、ね、1年変わるとこんなに変わるんだ。いや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 、そんなことないね、そっくりに描けてますけどね。へえー、そうなんだ。まああとそのね、たくさんちょっと作品があるみたいなんですけど、そうですね、これさっきペラペラって見てたけど、うん、あのジャンルは別に問わない感じですね。その人物画だったり風景画だったり動物だったりいろいろありますね。そうですね、描きたいものをもうそのまま描くって感じ、ね、いつ頃からこういったあの創作活動してるんですか？個展を始めたのは20歳からなんですけど、うん、もう子供の時から絵は好きで、年代的にこれはこの頃だとかっていうのはあるんですか？ああ、でも高校生の時のも入ってますね。そうなんですね。そしたらあれですか、年代とともにやっぱり変わってます？変わってますね。ああ、そうなんです、うん、最初の頃はどんな感じのイメージで描いてたんですか？動物がやっぱ多かった。あ、動物がメインだった。ブタちゃんとかね、うん、ありますよね。ブタちゃん可愛いのよね。僕もね、実は友達がそのブタちゃんの絵だったと思うけど、それをバックにね描いてるやつをね買ってましたよ、瀬田さんの。これ見て思い出しました。あ、これ、これ見たことあるわと思って。意外といろんなところで ね活動されてるんですね。そうですよね、本当にね。いや本当、あのたくさんね動物とかあって、またこんなあのこういうタッチのもあれば、こういうね本当に細かい精細なタッチの絵とかがあったりとかね。ね、これなんか学ばれたとかいうことはないんですか？絵を誰かに教わったって言ったらあれかな。子供の時は、あのうちの母が児童絵画教室を、お母さんが絵描く人だったんですね。生徒さんと一緒になって描いてた。先生が、お母さんが先生やってた。なるほど。じゃあでもある意味、じゃあもうその自分でね独創でこう、うん、今の形ができてきたのですかね。と、あの戸部文庫デザイン科の方に高校は行ってた、うん、はい、あ、そうなんですね。そこで今基礎的なことは学んだんだね。ああ、やっぱり好きでそっちの方に行ったということだったんですね。ああ、なるほどなるほど。そうなんだ。じゃあ、 あのこういったその作品を、うん、まあ、あの主体にしたその絵本とかも今作っているわけなんですかね。そうですね、うん、見た感じこう絵本に出てくるような絵もね、絵っぽいのもあるんでね、なんかこういう絵の絵本があったらすごい素敵だなと。例えばあの最近、まあその一般の人でも、うん、まあ瀬田さんのね作品に触れたことがあるっていう方いらっしゃると思うんですけども、どんなようなのを作ってるんですか最近は？絵本だとちょっと前になるんですけど、はい、あの大吾木材さんの、大吾木材さん松山市内の、はいはい、木材屋さんから、うん、あの、お願いしていただいて作ったものが大型絵本がありまして、大型絵本、大型っていうのはかなりこんな、そうですね、幼稚園生より大きいぐらい、結構大きいですね、うん、すごいですね。それをあの県内の小学校だったり幼稚園だったりに持って行ってもらって、うん、木のお勉強ができるような、木に描いた絵本なんですよ。あ、木に描いた木の話の絵本なんだ。そうなんです。あー、なるほど、気になるね。気になるね。あ、一応受けといたわ。あ、ありがとう、ありがとう。なるほど、それはちょっと面白いですね。大吾木材さんって結構そういう木にこだわったとこですよね。僕も一回行ったことありますけどね。おもちゃ、木のおもちゃとか、ね、そう作ってるとこですよね。おー、これからの絵の方向性とかはどんな感じなんですか？毎年個展はしてるんですけど、うん、あ、それ定期的に、そうですね、1回目処にやってて、大体秋ぐらいが多いんですけど、今年はまだ場所もはっきりは決めてないんですけど、
あの建物ちょっと風景の方を描きたいなとか、おなるほど、ね、例えば、うん、道後温泉とか、うん、ちゃんと見て描いてみたいなと思いま、うん、あね、スケッチ的にということですね、言ったらちょっと自分 の, その画風も盛り込んで、うんうん、ちょっとやってみたいな。なるほどね、で、まあ、早速ね、ここにもうそうあの絵の具が、絵の具っていうかね、パレットがあるんですけども、もう準備されてます、ということは何か、描いて描いていただけると、はい、いうことでございます。さんの似顔絵を、ありがとうございます。いいではないですか、はい、僕じゃダメだったのかないや、多分ね、僕でも描けるあ、誰でも描けちゃう申し訳ない、あ、そう了解まあ早速描いてもらいましょう。後でね、借りて僕が描いてあ、いやいや、いらないわ、そんなの何の価値もないはい、ちょっとお願いしてもよろしいですか、はい、じゃあ、はい、はいね、じゃあ目を描いていくの、はい、私の方ちょっと見とってください。凝視だ、今日は。しい、すごいね、描いてるところをずっと見てたけど、ずっと見てましたが、サラ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 ーっとここまで描き上げたね。可愛いね、これね。すごいわ、ちょっと可愛すぎるでしょ、ここじゃこれ。瀬田さん、こんな可愛くないわ。ちょっと美化しすぎだわ、これ、はい。ありがとうございます。すごいね。似顔絵描くときのポイントとか、なんか瀬田さんの中で決めてるんですか？うん、そうですね、やっぱ目元ですか、ね、あ、やっぱり目元、だって最後に目入れてたもんね、うん、全体描いた後に最後にやっぱり目を入れる、うん、あ、そこにやっぱり魂を込めてる感じですか、うんうん、なんか描いてて気づいたんですけど、うん、目のくるめの形がみんなそれぞれ丸じゃないんですよ。あ、うん、そうなんですか。医学的には丸いです、まあ、丸いですけども周りの皮膚で黒目って隠れる、あ、もちろんね、まん丸では見えないですよね、うん、ルンルンさんだったら、うん、あの上下の目、上下のまぶたで、うんうん、暑いからね、暑いからこう隠れてる部分があるよね、こうそうですね、隠れて目の黒目の形が変わる、うんうん、それで釣り目だったら下がこう上がってて、うん、黒目のとかもキュッと上がってて、はいはいはい、上がりますわね、そこら辺を気づきました。あ、なるほど、まあ、そういうところで特徴が出てくるのかな。そうかもしれないですね、うん、意外とやっぱりね、人パッと見た時目を見ますからね、うん、ね、僕なんかもこうよく見られるけど本当だねその受け方だったら受けないでもこれからまあ近いところでは、うん、今後の予定は、と5月の夏に、はいはい、吉海バラ公園、あ、吉海のバラ公園ですね、はい、島並み海道ですね、そうですね、大島ですね、はい、バラ祭りっていうのがあるんですけど、はい、そこで似顔絵をやっております。バラ祭りのイベントの一つとしてそれを、はい、ああそうなんですね、出展させていただく、ああいいじゃないですか、ね、これそちらへ行くとこのように書いていただける、こういった書いてもらえるということですね、いいじゃないですか、はい、今日は本当にどうもありがとうございました、はい、まあ、またあのこれからもね、どんどん活躍していただけたらなというふうに思ってますので、はい、また書いてもらおう今度、ね、無理を言って書いてもらおう、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。
はい、ということで北海道ラジオ第31回ですね、もなか前からお送りさせていただきます。もなか前、はい、かった甘い匂い、甘い香りで ね、はい、それはいかんやろうなどのね、なんかネタとかございましたら、はい、そちらの方も、まあ、こちらの方にです ね、くだらないネタでいいんですよ、もう僕たちがもう膨らましますから、はい、ちゃんとまた次回もお楽しみに。はい、はい、またね。